この物語は、マインクラフトで学校生活を楽しむ少年たちの青春物語です。この物語はフィクションです。温かい目でご視聴ください。ああ、ちょっとみんな久々やな、今日は。みんなで集まるの。ちょっと、3人寝てる、3人じゃ2人寝てるけど。お休み終わったな。もう全く人の話も聞かんの寝てるけど。うん。そう。なんで人んちで寝てるけど。ああ、人んちで寝んのよな。自分ち帰って寝てくれ、せめて、ほんまに。ああ、でも冬休み終わったな、うん。そう、冬休み回っちゃって。で、久々な、ちょっと3連休が入って、こうやってみんなで集まってんねんけど。うん。今日はな、ちょっと、まあ、今日はもう夜やんか。うん。で、この前な、なんか、借りに行こうとか言ってて、なんか借りられへんかったん、ね、最終的に、あんまり。うん、うん、うん。だから今日はちょっと夜に学校忍び寄って、ほんでも借りに行かへん。オッケー。はい、オッケー。え、行くぞ、ほんじゃ。起きろ起きろ、じゃあ。おい、オッケーオッケーオッケー。あー、もうこの学校に来たのは、ヘルブレインの廃校の時以来やから。夜にな。そう。ちょっと多分みんな死んだと思うんだけど、また生きてるっていうのがもうほんま謎やねんけど。まあ、あん時はちょっとな。この3人死んだからな、完璧に多分。ここの、この、ここと、この、ここの。もう今日上履き履かんでもええわ。うん。もうだから先生おらんしさ。え、何回って年して確か4か3かな。俺らのクラスの隣やから。あー、じゃあ4回か。4回4回。ふん。ふん。よし、ここがね。うん、そうそう。なんか、え今なんか走っていかなかった。なんか走っていかなかった、今。ほらほらほらって。怖いなぁ。じゃあ、ちょっと借りようか。オッケー、ここや。ここら辺だな。あ、わかった。エロ本ここら辺、ここやんな、ここやんな、確か。うん、ここやって。ここやんな。兄ちゃん覚えてるような、確か。何してんの、兄ちゃん。で、俺、いつも思うねんけど、あっちの貸し出しコーナーの、うん。方の本って何があんの、うん、え、なんか割れた。テト？テト？テトはなんか、あれ、貸し出しの方にある。あー、こっちの方何があるの？なんかここら辺なんかあるんじゃん。なんか資料は。あ。何？なんか出てきたん？ちょっと見て。ノートブック。学校の七不思議。なんかこの学校について七不思議が書いてるんじゃない？読んでみる？ちょっと、俺読むから貸して。はい、ふう。じゃあ読むな。学校の七不思議。うん。この学校には七つの七不思議がある。うん。まず一つ目。廃校にいるヘルブレイン。うん。もうこれ、ヘルブラインかな。ヘルブライン。もうこれは、この前見に行ったから、もう分かってる謎やねんけど。うん、踊る変態模型。トイレの花子さん。うん。あ、定番やな。開かずの扉。うん。保健室から聞こえる謎の声。うん、謎の声。アイコ。いや、じゃないと思うよ、さすがに。あと、バスケットの音が夜中に聞こえる。お、大変かな？謎の電話。謎の人物からの電話。お。そんだけ？うん、この七不思議があるらしい。でも面白そうやな、普通にそれは。それで。今日は、本探しはやめて、もうみんなで七不思議を。七不思議やる？探していくかへん、これ。一つずつ。やっぱ、面白そうやしな。そんな、なわけなんて言えばないか。そんな、さ、おるわけない、さすがに、そんなさ。もう俺、こんな古い学校におるわけない、そんな、こんな。変態しかおらん学校によ。まあ、踊る変態もっかは言いそうやけどな。で、この前、廃校にいるヘルブラインは、ちょっとやったから、この前、なんかおったから、実際、これはちょっとおったけど、実際に。まあ、この前検証したから、これをやめて、トイレの花子さんらへんから行ってみる？トイレ？トイレの花子さんが安定やん。なんか普通の学校で。正番やな、正番、うん。じゃあ、花子さんから行こうか。うん。じゃあ、トイレの前まで来たから、みんな心を構えて。検証していこう。うん。誰かおらんかな？何やろ。さすがにこんな時間にトイレにおるわけない。で、これ、花子さんのルールあってさ、うん。この、
一番のトイレから花子さんいますかって言うていかなあかんから、うん、じゃあ俺言うていくわ。はい、うん、じゃあこっからノックしてよ。ノック、コン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 、雪だるまコン、あ、てんててんてんてん、雪だ花子さんいますかやろ。花子さんいますか、ドアは、もういいわ、恥ずかしい。じゃあ次、次行こうか。あ、じゃあアニメ配行すぎよ、じゃあ俺、うん、さっきのネタやんの、うん、リグモアナ、え、花子さんいますか。あ、おらんな。でも最後、ちょっと最後じゃないわ、このトイレ俺行くわ。3番目てんてんてん、もういいか、やらんで。はい、恥ずかしい。そろそろなんか顔熱くなってきたな。花子さんいますか。はい、はい、え、はい、え、なんか聞こえんかって誰かなんか言った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 言ってないな。何でサングラスかけなあ、みんな首、もう一回言ってみる。もう一回聞いてみる。もう一回、もう一回言おう。花子さんいますか。はい、え、ちょっと待って、なって、はいって聞こえんねんけど、なんで、なんか誰かおんの。なんか見ようか。え、タイグラ先生。あれ、ちょっと待って、さっきの誰、なんか女の人がトイレの前に、あれ、花子さん、花子さん、なんか結構あの運動してそうな花子さんやったけど結構あのジャージ着てる花子さんやったけど、え、しかもおたっき、おたっき死んの、どこ行ったん、別の場所隠れたとか、まあまあ、ジョブちゃん、うん、ちょっとこっから俺らだけで探していこうか。ちょっと最低なやつらやけど、おたっき見捨てて、俺らでまださ、見捨てていくっていうのは。じゃあ、僕、まあ、まあ、大丈夫やろ。どうせ、おるよ、多分。家帰ったやん、どうせな。奈良道が探してるうちに見つかるやろ。見つかる見つかる。で、こっか。仕方ないでしょ。世界は残酷なんだから。じゃあ、みんな次は、夜中に、うん、バスケットボールの音が聞こえるっていう七不思議がこの学校にはあるらしい、うん、それが体育館の中やから、みんな体育館の中行こう。行こう行こう行こう。な、もうどうせもう分かってるやん、こんなもんもうな、この制度のいたずらとかやん、どうせこんな。あ、なんか音聞こえるくない。まあちょっとなんか誰かおる、なんか誰かなんか練習してんじゃん。誰もらんねんけど、あれ誰もらんの。バスケットボールの音は聞こえる。うん、一緒にバスケやろうよ。え、ちょっと、え、りっちゃん、りっちゃんどうした、りっちゃんどうした、ちょっと待って、りっちゃん行ってあかんって、危ないって、りっちゃん、なんかここやばいで、やばいって、りっちゃんやばいぞこれで、これちょっと、りっちゃん、りっちゃん、りっちゃん、あ、え、ちょっと待って、怖い、待って待って、消えた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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと、にっちゃん消えたで。え、ちょっと待って、怖い。嘘、そう、なんで、え、待ってや、え、にっちゃん消えたっけさ。大丈夫あれ。これ、どうした、おたっきに続き、おたっきに続き、にっちゃん消えたんやけど。なんで、次、テト。え、テト、次、テト消えんじゃん、ほんじゃ。テトとか、アニメ派とか、俺とか。え、なんで、ちょっと、やばい、これちょっと怖くなってきた。え、ちょっとやばいんちゃうかな。やばいなぁ。なんか走ってるけど。何、え、何見てんのお前。なんか、パキって、ええ、何、なんもない。え、な、気のせいちゃん。気のせいか。ほら、あ、テトやったわ。テトやった。次、
七不思議踊る変態模型っていう、これマジでちょっと遊び心あるんちゃうかっていう七不思議やねんけど変態模型、変態模型とかもうここにようおるやん、俺の目の前にこの変態模型誰が模型だよおるけど、あ、ちょっと、なんだ、ちょっと、行くぞ。もう、にっちゃん消えて、ちょっと怖いんやけど、もうこれだけはもう遊びとしか思われへんねん、この変態模型の七不思議だけは。にっちゃんだけかマジで謎やな。謎やな、あれマジで怖かったな。キュート。ここ理科室。あえて理科室。あー、別に模型、水、なあ、4個あるけど、別に特に変わりないけどな、この模型は。なあ、4つあるだけやんな。何も変わらんねんけど。お、他になんか変わってるかな？ないよ。うわぁ！ん？あれ？あ、え、待って、これ、よう見たらさ、ちょっとこれ、帽子脱がしてこいつの。あ、校長先生、校長先生何してんの？君たちこんな時間何してるの？あ、あ、いやぁ。いや、ちょっとアニメ派が。ちょっと学校探検しよう。あ、そう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 。学校探検？いい、いいでしょ、別に。ちょっと掃除してたんですよ、学校の。あ、そこになっちゃって。そうそう、掃除掃除、いいことだから。うん、ってか何してたんすか本当に。いやいや、毎年ここ1年ちょっと教授ってだからそんな噂が立ったんか。まあちょっと校長先生変態模型としてなんか七不思議にされてますよ本当に。マジか、つけじゃなくて変態なんだけどな変態模型それもにっちゃんが消えたんですよ体育館で。にっちゃんとおたきおたき学校内で。そんなバカな、まあ、帰ったかもしれませんけど。にっちゃんも目の前で消えたからな。そうちょっと怖いな。まあ多分帰ってると信じるわ俺は、家に帰ってきてると。うん、じゃあ校長先生ちょっと今後ともちょっとよろしくお願いしますわうん、早く帰るように。はい、はい。何時間おんのあそこに。何時間ずっとあえてしてるやろうな。開いてみ。何時間あえてずっと待ってるやろ。何をしてんのあの人はマジで。わかんねえ。次何？次、開かずの扉っていうのが そこに。あ、ちょっと。最後の七不思議、謎の人からの電話。